マルシャルム・バンジョクはフランスルーベ出身で短距離走が専門の陸上競技選手。100メートルの自己ベストはフランス歴代5位の10秒06。2007年7月ヨーロッパ U23 選手権の男子100メートル準決勝10秒16の自己ベストで突破するも決勝は10秒27とタイムを落とし銅メダルに終わった。2007年8月 大阪世界選手権でシニアの世界大会に初出場を果たすも、男子100メートル二次予選で10秒39の組7着に終わり、準決勝には進めなかった。2008年3月、バレンシア世界室内選手権の男子60メートル予選を突破し、シニアの世界大会で初のセミファナリストになると、準決勝では6秒65の自己ベストをマーク。しかし、 決勝に着順で進出できた組に着以内には入れずタイムで拾われた最後の枠の選手とは0秒02差で決勝進出を逃した。2008年7月フランス選手権の男子100メートル決勝でフランス歴代3位の記録となる10秒06をマークし初優勝を成し遂げた。2008年8月北京オリンピックでオリンピックに初出場を果たすと 男子100メートル二次予選を10秒16で突破し、初出場ながらセミファイナリストとなった。準決勝は10秒18の組発着に終わり、決勝進出はならなかった。2009年7月、地中海競技大会の男子100メートル決勝を10秒15で制し、主要国際大会で初の金メダルを獲得した。2009年8月、ベルリン世界選手権に出場。 男子100メートルは前回大会に続きセミファイナリストになるも準決勝で10秒18の組6着に終わりまたしても準決勝で敗退したシニアの世界大会初出場となった男子200メートルは二次予選を20秒55の自己ベストで突破し100メートルに続いてセミファイナリストとなった準決勝は組4着までに入れば決勝に進出できたが 20秒43の自己ベストをマークするも組5着に終わり、組4着とは0秒15差で決勝進出を逃した。男子400メートルリレーは予選と決勝でフランスチームの2層を務め、ロナルド・ポニョン、ムバンジョク、エディード・ドレピーヌ、クリストフルメートルのオーダーで臨んだ決勝は39秒21をマークしての8位に貢献した。2010年7から8月。 ヨーロッパ選手権に初出場を果たした。男子100メートルは決勝に進出すると2位から5位までが同タイムという激戦の中で3位に入り、クリストフルメートル、マークルイス・フランシスに次いで銅メダルを獲得した。男子200メートルでも決勝に進出すると、決勝では自己ベストに迫る20秒42をマークし、クリストフルメートル、クリスチャン・マルコムに次いで銅メダルを獲得した。 男子400メートルリレーでは予選と決勝でフランスチームのアンカーを務めるとジミー・ビコ、クリストフルメートル、ピエール・アレクシスペソの無盤軸のオーダーで臨んだ決勝では38秒11をマークしイタリア、ドイツを破っての金メダル獲得に貢献した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。ビコ欄の記録は当時のもの優勝したフランス選手権と フランス室内選手権を記載、ありがとうございます。